おはようございます。誰が呼んだか、ダメだな。山田バサラサラバンジ頼り撮影してる今。おじさん、おじさんも入らない。今何してるの？オンラインな。オンラインよ。オンラインって言うけど撮影してるわけよ。おじさんは どこの人ですか？うちの人。今動画毎日撮ってるわけさ。うん、どっかと更新してるの？うん、これから流す。あ、流す。撮ってから。何してたの、おじさん今？え、何してたんですか？ゲートボール。ゲートボールどうでしたか？よかった。ああ、コロナの間何してます今、おじさんは？ホームステイで本読んだりで、ウミガメ世話してるから。ウミガメ？俺こどこ？俺こっちに一つ世話してるわけだ。え、今9日に上がってきて、卵132個。ウミガメ？こっち毎年やってるんですか？今年2匹しか上がってない。時間は何時頃です？満潮時の1時間毎回1時間後。あとはこれ、はい、オンラインか。オンラインで流す。今は流れてない。あとで YouTube って分かります？いい、あれにやるわけ、うん、あとはあれに参加してるわけ。参加してます。あんたがアドレスもあるわけね。あります。で送って、あんたのアドレスで送るわけね、はい、そうです。で向こうを受け取ったらどうするの？アドレスを見て、あ、反応があります。今日見て面白かったよとか、よかったねとか、沖縄はこんな状況なんだねとか。で更新もできるわけ？はい、あのYouTube とメッセージが来たら更新できますよ。できる。はい。今なかなか観光客も来れないですけど、どんなですか？やっぱり来てほしいなと思う。本当に落ち着いてきてるから。落ち着いてきてるから。お金を、お金使いに来てください。わかりました。急に来てくれてありがとうございます。この原稿か、これの原稿、原稿書いてたけども、おじさんが来たからもう全部なくなった。はい、おじさんありがとうございます。はい、これスマホね。これはね、タブレットっていうんです。あ、タブレット。はい、わかります。写真も写せる。これ写せる。写真もパソコンにもなるし。パソコンもなるし、うん、例えば僕はギター弾くんだけど、これで録音も録画もできます。はい。電話もできる。電話できる。できる。できます。あ、これタブレット。タブレット。若い人なくて。いい世の中になってるもんだな。じゃあおじさんは亀の産卵、何月何日だったっけ？9日ですね。9日に卵を産みに来た、はい、産卵された卵を保護していますと、はい、でこれが、はい、孵化する自分は8月の7日、うん、60日。あ、じゃあ亀の産卵は終わって、今度は8月に孵化すると。世話しているのを、はい、卵を孵化する。これ多分明け方でしょ。夕方。ああ。あとでじゃあ。あとで見てみます。おじさん、わざわざ急にありがとうございました。はいはい、じゃあね。